皆さん顕微鏡って使ったことありますか？小学生の時以来だな。私の仕事の古物で倍率の高い顕微鏡が入ってきました。だから少し遊んでしまいましたね。手元にあった印刷物、それを見てみました。この動画はどうやって撮ったの？ iPhone を接眼レンズに当てて撮りました。これだけで動画が撮れてしまいますね。まずこれが40倍ですね。どんどん倍率を上げていくと、繊維と繊維に染み込んでいるインクが見えてきますね。なんかこれだけでも幻想的ですね。それ顕微鏡、学校で使ったものって非常に使いづらいんですよね。なかなかピント合わせができなかった、そんな記憶があるんですよね。今回ニコンの業務用を使いました。すごくピント合わせ楽ですね。いいものはこんなに楽なんだと思いましたね。まあこんな顕微鏡触る機会なかなかないですけどね。顕微鏡とか触る機会があったら、大人の視点、成長した視点でもう一度触ってみると新しい発見があるのかなと思いますね。まあ正直小学生の頃いろいろなことを教えられる、でもいまいちわからないのが正直なところなのかなと思いますね。